函館七井スノーパークは北海道亀田郡七井町にあるスキー場。北海道駒ヶ岳や大沼が目の前に広がっており、スキーやスノーボードを持っていなくてもゴンドラに乗って山頂まで行くことができる。夏季は函館七井ゴンドラとして営業している。2018年には函館七井ゴンドラスノーパークのピークカーフのテラスに設置された鐘、ピークベルが 恋人の聖地サテライトに選定された。全日本スキー連盟公認のスキースクールがある。コース作動箱館七重ゴンドラは有効なチケットがあれば、スキースノーボードを持たないで山頂の展望や、ピークカーフ利用のために利用することも可能。その他、スキーシーズン以外でも、七重ゴンドラを利用して山頂まで行き、駒ヶ岳や大沼などの眺めを楽しむことや、 ピークカーフなどの利用ができる期間がある。運行、営業は次の3営業時間体制で行われる。期間中は、七合ゴンドラ1階、センターハウスが利用できるほか、次の施設等がある。新函館北斗駅、大沼公園駅から無料のシャトレバスを運行している。ありがとうございます。